皆さんこんにちは、根本整体の根本です。今回こちらのビデオでは腰痛でお悩みの方、腰椎椎間板ヘルニア、また脊椎間狭窄症、この症状はなってしまった方は3ヶ月から2年、痛みが続く方が多いのですが、その中期間とどのようなタイミングでストレッチを行ったらいいのかというお話をさせていただきます。腰椎椎間板ヘルニアと脊椎間狭窄症、これらの重症な症状は放っておくと麻痺につながって手術が必要なケースもありますので、早めに当院の整体に受診していただけることをお勧めします。今お話した中期間、3ヶ月から2年という方が多いのですが、その中期間の中の3分の2過ぎてから運動療法、ストレッチなどを始めると効果があると言われています。3分の2ということは、3ヶ月で良くなった方は2ヶ月過ぎて3ヶ月目に入ったタイミングでストレッチを始めていきます。今のお話で中期間の最後の3分の1が運動療法の効果があるタイミングだというのが分かったと思います。その前から整体の方は受けていただいても大丈夫なので、しかるべきタイミングでストレッチの方を処方していくことになります。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。